つまみくん、藤川くんの独占 J リーグエクスプレス、しっかりやれよ。喜んで喜びるぞ。こんばんは、つまみです。藤川です。こんばんは、日本放送、諸岡です。1日は早いんですけどもね、はいはいはい、明日は10月10日、タイトルの日ということでございます。いやいや、どうどうも、ハッピーバースデー。いやー、ありがとう、ありがとう。おめでたい日に生まれましたね。おめでたいですよ。僕もですね、あと1年は係数なくなりますから、はい、自由の身ですよ。そうだなあ、あと1年、になりますよ。はい、というわけでございましてですね、はい、10月10日藤川選手の誕生日を前にしての今夜、いろんなお便りに答えていきたいと思います。元気だな。うん、独占 J リーグエクスプレス。さて、まず最初のお便りなんですが、和歌山県からいただきましたペンネーム広永くんファイト。おー、広永、ね、津波さん、藤川さん、こんばんは。私たちの学校は、先日体育祭をしました。はいはい、ですね。やっぱり一番緊張するのがフォークダンス。あ、ね、今年の曲は Feel Like a Da Feel Like Dance と、マイムマイムでした。やっぱり男子と手をつなぐのが一番緊張します。津波さん、藤川さんの一番の思い出の種目は何でしたでしょうか。体育祭の話を教えてくださ。ウブだね。ウブはいいよね。ウブはいい、うん、デブもいいけど違うでしょ。しかしまあ高校とかのね、体育会とか言うとね、本当にこうフォークダンスとかいう、なんかこう胸ときめきますよね。確かにドキドキします。僕の高校ね、体育会なかったんですよ。代わりにね、球技大会っていうのやるんだけど、球技大会は自分が所属してるクラブのね、球技には出てはいけないっていう決まりがあるわけ。いけないんだな。津波さんは、私は読売市育ちですから、読売クラブ、クラブには入ってないんで。入ってないから、やたらめったらレベルの高いやつが一人だけサッカーをやるということになるから、これは目立つよ。それはすごかったですよ。全校生徒とか見に来て、はい、あの津波がサッカーやってるってんで、バーッと見に来てるわけですよ。それは行くわな。俺でもう大スターで1試合に13点ぐらい取っちゃって、っいい、女の子キャー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 言って、キャーキャーもう普通の人が竹の棒が立ってるみたいですよね。ほぼ抜いてって、バンバン決めて、それでもう全校、そのアナウンス部の女の子が僕の知り合いで、津波さん今活躍してますから見に来てください、全校集まっちゃって、うわ、よかった、大スター、当然優勝して最優選手ね。ところがいいことばっかりじゃないんですよ。その後にね、同じ学園にほら、ダブリってラグダイルしてるんですよ。ラグダイ、ダブった人、ラグダイの怖い不良の方、高校、高校ダブっていいのよ。1年ラグダイして、同じ同年代になって、本当はもう卒業してる年のやつがいるわけよ、はい、そいつがこう45度の眼鏡かけて、えらい不良なわけ。うちの王子の不良って、王子のナンバーワン、横浜銀杯みたいなやつ、頭取り込んで、ブーンって感じですよね。一人いるわけ。それがね、なんかムカついたんでしょうね、僕の活躍が。ああ、そうだ、お前って体育館の裏に呼び出されましたよ。お前、その準決勝に、お前明日の決勝で活躍したらお前ぶっ殺すからな、この野郎、パンチ思いっきり左頬にもらいまして、私は藤川君みたいに喧嘩強くないんで、やばい、どうしようかなーって本当にね、よく悩み事があるとさ、道路とぼとぼとぼと歩いて車がパッと出てきて、おっと、鳥が、あれ、このシチュエーションになって後ろで歩いて帰ったんですよ。で、親父にそのことを話したら、かつぐらい殴られてこいとか言われて、僕んち親父にも殴られたことないボンボンちゃんだったから、もう思いっきり怖かったんだけど、で、次の日は控えめにプレーしたわけじゃん。一応活躍して、もうどうにでもなれと思ったんだけど、その先輩っていうか、すっぱりが45度読売クラブというのは知らなかった。だから誰かが説明したんですよね。はぁ、読売クラブだったのか、おい、超 OK だよ、お前頑張ってくれみたいな。何だったんだよ、それ。最後は殴らなくてよかったんだけど、これ一番思い出だったね。分かったよ、俺もうビクビクだったもん。当時目立つと絶対不良っていうのがね、すっぱりっていうのが必ずこう出てくるんですよね。妬むのよ。藤川さんどうだったんですか。何やった体育祭、運動会の経験。私はですね、もうフォークダンス。フォークダンス、ね、大玉転がしなかったじゃないですか。大玉転がしって言ったんですけど。作ってました。大玉転がし。大玉転がし。大玉転がしって大きなボールを回して転がしていくじゃないですか。転がしていくんですよね。それ、あれをですね、転がしていくと、はい、上の角のままこう下に行っちゃうやついるじゃないですか。だから何なのそれは、藤川さんが調子に乗ってジャンプしたら、そのまま転がって回っちゃったって怒っちゃったと。今もあるんですかね、大玉転がしっていうのは。今どうなんでしょうかね。あるんでしょうね。あるよね。しかしフォークダンスとかいう系列のこのときめきっていうのは中学時代とかありませんでした、津波さん。ああ、もうあったあった。好きな子がね、目の前に近づいてくるでしょう。3番目で、あと3番でちゃんとこう手つなげるよと思うんだけど、よし来るぞと思うと次の人で曲が変わっちゃったり。そう、あるんですよね。本当にあるんですよね、あれ不思議。
不思議ですよね。不思議。向こうも待ってるような気がするんですよね、女の子もね。向こうも意識してるような気がするんだけども。そう。絶対叶わない。あれ、女部員がスイッチ入れてんだ。そう。恋の、恋の恋がたきやっぱり。そう。でも、嫌いなやつだと、こう、なんか、繋がっちゃうんですよね。なんで手繋ぐの嫌だった。そう。なんか手がね、失礼だね、かかってる。なんか手がね、なんかね、ね手が、こうね、手が。触るか触らないかぐらいでさ。そう、手がね。そういう僕が役者なんですけどね。ほんと可愛い子がいるんだよね、手がね。可愛い子がね。可愛い子があと3列ぐらいで来るって言った時にね。まあ、本当にあの時代にまた帰りたいな。帰りたいですね。あのときめきが欲しいな。欲しいですね。ないね、ときめきが。大人になんかなるもんじゃないな、ね。そうですね。いたしますけどもね。はい。さて、最後になりましたけど、宮城県のペンネーム、ビスクマンからいただきましたが、ジェリマは一人何足ぐらいスパイクを持ってるんでしょうか、固定式取り返しのどっちを多く持ってるんでしょうか、ということで、これはどうですか。数は僕は同じぐらいですね。大体何足ぐらい、僕は少ない、なくなったら補充されるんで、はい、メーカーの人から。今は4足ぐらいですね。なるほどね。私は取り替え3足ぐらいの、固定が2足ぐらいです。あ、なるほど。そしたら複数足やっぱり持ってて、そしてこう、順繰りに自分の合ってるスパイクが慣れたスパイク、ね。新しいのを練習で鳴らして、試合用に格上げさせてとか、そういうふうになってる。あ、なるほどね。意外とね、リスナーの方が少ないんじゃないですかね、4足ずつとか。そうですね。プロの選手がっていうような感じだと思うんですけどもね。じゃあ、もらいますからね。なるほど。はい。このコーナーではですね、全国皆さんからのいろんな悩み、サッカーに関する質問、それからですね、思い出話を聞きたいなんてお便りも ね、どんどんいただいておりますんで、はい、指番号100-87日本放送、津波くん、藤川くんの独占 J リーグエクスプレスでお待ちしております。